食事まだ済んでませんよね。よかったらいかがです？悪いが空気にはなれねえ。あんたが誰かを聞くまではな。私に危険はありませんよ、桐生さん。くつろいでください。俺の服はだいぶ汚れていましたのでクリーニングさせています。立花さん。ええ、ご安心ください。私、不動産屋？料理本当に食べないんですか？右手は義手です。不作法なのはご容赦を。数年前に失ってから寒くなると痛みます。不思議なものでないはずの指先までうずいて鎮痛剤も効きません。四六時中痛みを我慢するだけです。でも痛みを顔に出すのは面倒なんでやめました。そんなことは聞いてね。桐生さんは登場過剰という言葉を知ってますか？登場過剰。いくつもの花が集まって大きな一つの花になっているものをそう言います。実はあなたもよくご存知のある花もその登場過剰でしてね。何の話をしてる？ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがあなたはひまわりで錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に、そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で。もういい。あんたが俺を調べたってのはよく分かった。だがなんで俺を調べた？今神室町の不動産屋が欲しがるものといえば一つしかありません。私と手を組む。堂島組の若頭補佐たちが空の一つを手にすれば、ですが私があの土地を手に入れれば風間さんを守ることができます。神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を。なんでそこまでして俺を引き入れようとする？あんたの本…俺の服を返してくれ。私の申し入れを。あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。このましや…なるほど。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺…ああ、服はすぐに持ってこさせます。では私はこれで。
この殺されているのか。邪魔だ。
侵略者どもの好きにはさせねえ。レッツハリア。Welcome to the Fantasy Zone. Get ready. Ouch! Get ready. いらっしゃいませ。虫の居所が悪いんだよ。後悔するな。
杯飲んでって。キリュウ、ニシキ、お前大丈夫だったのか。なんと。そうか。おやつさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ。なんでだよ。お前がもう組を抜け。ただそれでも一歩前進だ。堂島のダイモンが外れた以上、こっからそうだな。わかった。それじゃあと。いや、俺は登場会から破門された人間だ。おい、何言ってんだよ水くせえな。せめてものけじめだ、錦。筋って、お前は何も悪いことだったら、お前この後アパート帰るだろ。俺も。わかった。じゃあ、
返してくれ。この通りだ。どうです、居酒屋どうですか。外郷より内側いいですよ。俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒、それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな。何？ニュースになってる。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一粒におびき出したんだろう。多分クゼ、あいつ、あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るためだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやる、いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前あ組を抜けた後、その立花って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろと。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この立花不動産。どういう連中なんだ。立花不動産は町に事務所構えて、俺も聞きかじりだけどよ。一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取り。ああ、今カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどだが、立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に、鉄の壁に穴。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、あ、たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうがお構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってるけど、その中でも立花不動産は札付きだ。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらが信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込む。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。いや、
あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。キリュウ組抜けると決めた時から一人でやる。Oh.